ソワ・フェリックス・チスランは、フランスの天文学者。フランス東部、コートドール県のニューイ・コール・サン・ジョルジュに生まれた。1863年、高等師範学校に入学。1866年9月、ユルバン・ルベリエにより、パリ天文台の助手に採用された。1868年、シャルル・ジェーヌ・ドロネーの手法を用いた、天体力学の分野の研究で博士号を得た。 その少し後、1868年8月18日に、起こる日食の観測のため、マレー半島のマラッカでの観測隊に加わった。1873年には、トゥールーズ天文台の大長に任命され、1874には科学アカデミー巡回員になった。1874年には、金星の日表通貨の観測隊として、ピエールジャンさんと共に来日し、 長崎で観測を行った。観測地となった長崎市のコンピラさんには記念碑が混流され、長崎県指定の文化財となっている。1878年にルベリエの後を継いで科学アカデミーの会員となり、フランス系土局の委員になった。また同年、パリ大学教授に就任した。1882年12月6日の金星の日表通貨の際には、 ギオーム・ビオルダンと共に、西インド諸島のマルティニークに赴き、ホールド・フランスの近くで観測した。1883年には、ソルボンヌ大学教授となった。1892年に、アメデ・ムーシェの後を継いで、パリ天文台長に就任。1896年に、脳一血で休止するまでその任にあった。チスランの業績は、天体力学の多くの分野にわたる。 1889年に発表したチスランの判定式は、木星などの大惑星の接動を受けて軌道が変化した水星などの同定に用いられる。また、類似の軌道を持つ小惑星などを識別するためのティスランパラメータに名前を残している。パリ天文台庁についてからは、国際写真製図委員会の委員長を務め、計画を大いに推進させた。 また彼の指揮の下でラランドの製表の改定がほぼ完了した。著書に1889年から1896年にかけて表した天体力学概論全4巻がある。また天文学報告集の編集士官を1884年の創刊以来1896年に多解するまで務め数多くの記事を寄稿した。ありがとうございます。